井上正治、井上正治6月23日から1947年6月23日は、日本のアジア主義者、南進論者、実業家、衆議院議員。兵庫県氷上郡かぐ村に、足立多兵の次男として生まれ、井上東米の養子となった。海軍兵学校に入るが、大陸に志を抱いて退学した。その後、東京専門学校に入学。 在学中からアジア主義団体の東亜会に関係し、1898年に東亜会と同文会が合同し、東亜同文会が成立すると幹事に就任した。1899年に東京専門学校を卒業。1900年、新国で義和団の乱が勃発すると立憲派の搭載常による自立軍放棄計画を援助し、 東亜道文会による連邦保全策に関与した。また、ウィーン大学で経済学と植民政策学を学んだ。日露戦争開始とともに、東亜道文会特派員、低身小食卓として、韓国に渡り、1905年に、メガタ・タネタロウ財政顧問の元財務官に就任した。1907年、区内府書期官に転じ1909年に退官した。 その後1910年代には著作によって経済的な南進論を衝動し実業としても東南アジア開拓を志して南アコーシを創設しさらに南洋協会が設立されると理事となったさらに1924年に海外工業株式会社に参加し1926年には広面課株式会社社長に就任するなど南米の 開拓事業にも進出した。また1924年の第15回衆議院議員総選挙に出馬し、当選した。その他メキシコ産業社長、東洋拓殖常務顧問、人口問題研究会場無理事、アフガニスタン協会会長、日白中央協会場無理事などを歴任した。第二次世界大戦末期の鈴木、貫太郎内閣成立に際しては顧問を務めた。 戦後の1947年6月23日に死去。国立国会図書館建成資料室には彼の書簡を中心とする井上正サ関係文書が所蔵されている。南阿講市は35公資源製農場で成功した阿久沢直也の助言でマラヤに設立された森村組系の農園会社で、後に井上が代表となった。 補欠工事、森村開作、和田豊次、川崎英介スケが役員を務めた。森村は1916年より1929年まで社長を務めた。ゴム栽培をおもとし、1937年に昭和ゴム株式会社に吸収合併された。妻の州は教育者で日本女子大学学長を務めた。ありがとうございます。